安定用素材の事前配布についてご説明します。新潟県において安定用素材の事前配布の対象となる方は、原子力発電施設からおおむね 30km 圏内にお住まいで、40歳未満の方、妊婦、授乳婦、妊娠希望のある女性となります。なお、上記に該当しない方であっても、希望される方には安定用素材を事前配布します。国の原子力災害対策指針では、原則として UPZ 地区にお住まいの皆様の避難が必要となった場合、安定用素材を緊急配布することとしていますが、新潟県で近年頻発する記録的豪雪などの地域事情を考慮すると、緊急配布では円滑に安定用素材を受け取ることができない可能性があるため、UPZ にお住まいの皆様に対して事前配布を行います。原子力災害の恐れが高まってきた場合、 PAZ 地区にお住まいの皆様には指示に基づき避難をしていただきます。避難にあたっては、甲状腺被曝を予防するため安定用素材を服用していただく場合があります。 UPZ 地区にお住まいの皆様には、まず屋内退避をしていただきます。放射性物質の放出があった場合、緊急時モニタリング結果などに基づき避難または一時移転していただく場合があります。安定用素材の効果、服用上の注意点、副作用などをご説明します。安定用素材とは何ですか？安定用素材は、放射性要素による甲状腺の内部被曝を抑える効果がある医療用の医薬品です。医療用医薬品は医師の関与の下で配布することとなっています。安定用素材はなぜ事前に配布するのですか？避難が必要となるような原子力災害の発生時に、速やかに安定用素材を服用していただくために事前にお配りします。緊急時に速やかに服用していただけるよう、原子力発電施設からおおむね 30km 圏内にお住まいの皆様に事前にお配りするものです。もしもの事態に備えて事前に配布し、保管していただくものなので、それまでに間違えて飲まないように注意してください。では、安定用素材はいつ服用すればよいのでしょうか？安定用素材は、国や県、市町村の指示があったときに適切な量を服用してください。安定用素材は指示後、速やかに飲むことが重要です。原子力災害が発生した場合は、被曝を防ぐためにどのような点が重要ですか？被曝に対しては、外部被曝と内部被曝の両方を防ぐことが基本です。外部被曝を防ぐための基本は、遠くへ避難する、早く離れる、場合によっては屋内に退避することが重要です。内部被曝を防ぐための基本は、制限された食べ物や飲み物を取らない、外から戻ったらうがいや手洗いをする、加えて安定用素材の服用が重要となります。こうした被曝を防ぐため、避難や安定用素材の服用など、住民の皆様にとっていただきたい行動について、
国や県、市町村が指示を出します。まずは落ち着いて防災行政無線などで指示をご確認ください。安定用素材の服用上の留意点です。新潟県福祉保健部の神田武文医師と前田和樹医師が説明します。はい、神田です。よろしくお願いします。今日は甲状腺の内部被曝を抑える安定用素材の働きと効果や服用に関する注意点などについてご説明いたします。放射性要素を吸入するまでの24時間以内に安定用素材を服用することで、服用後から甲状腺に入ってきた放射性要素の蓄積量を減らすことが可能です。安定用素材の服用量は13歳以上は2錠、3歳以上13歳未満は1錠服用します。3歳未満はゼリー錠剤を1本服用します。なお、安定用素材の服用回数は原則1回です。次に副作用ですが、これまで報告されている例として過敏症による発疹、おしん、胸がムカムカして吐き気がする、嘔吐、胃痛、下痢などの消化器系の症状のほか、甲状腺の機能低下によるだるさなど表にあるような症状が報告されています。安定用素材を服用できない方は、安定用素材の成分または要素に対し過敏症の既往歴のある方です。ヨウ化カリウム含薬を服用後にじんましんや呼吸困難、血圧低下などのアレルギー反応を経験したことのある方は服用できません。慎重に服用する必要のある病気について説明します。この表にある病気のうち2、3の病気の方は服用できない可能性が高いですが、4から8の病気の方は基本的に服用できる可能性が高いですので、必要に応じて保健師等にご相談ください。なお、1については服用できる可能性がありますので医師にご相談ください。次に、今お薬を飲まれている方についてです。基本的に一緒に服用することによる影響はわずかですので、服用できる可能性が高いです。特に4の高血圧治療薬を内服されている方は多いと思いますが、ご心配なさらず保健師等にご相談ください。安定用素材にはカリウムが含まれています。カリウムは体に必要なものですが、過剰に摂取することが問題になることもあり、注意が必要とされています。ただし、安定用素材2錠中に含まれているカリウムは非常に微量です。例えば食パン2分の1枚、バナナ15分の1本と同じ程度です。ですので、今回お渡しする量ではほとんど心配する必要はありません。新潟県福祉保健部の前田です。ここからは私からご説明いたします。甲状腺の働きは若年者ほど活発であり、安定用素材の効果も若年者ほど大きくなります。そのため、未成年の方や妊婦・授乳婦の方は服用によるメリットが大きく、服用を優先すべきとされています。服用の指示があった場合は速やかな服用をお願いします。妊婦・授乳婦の方が安定用素材を服用することは、ご自身を被曝から守ることに加え、
胎児・乳児の被曝を防ぐことができます。また母乳栄養は母子双方に大きなメリットがあることから、被曝をしていなければ母乳栄養を継続していただいて構いません。生後1ヶ月未満で安定ヨウ素剤を服用した方や、安定ヨウ素剤を服用した方の母乳栄養を受けた方などは、一時的に甲状腺機能に影響が及ぶことがあります。服用後2週間から4週間をめどに、お近くの小児科医院や病院で甲状腺機能に関する血液検査をお受けください。安定ヨウ素剤の服用は原則1回ですが、服用する効果がより大きいと判断された場合は複数回の服用を指示することがあります。2回目の服用の指示があった場合も迷わず服用をお願いします。本日安定ヨウ素剤を受け取られた方でも、受け取った後にチェックシートにあるような病気になられた場合や、同じくチェックシートにあるようなお薬を新たに飲み始めた場合は、改めて医師にご相談ください。それでは安定ヨウ素剤を受け取られた後の注意事項についてご説明します。安定ヨウ素剤は直射日光の当たらない湿気の少ないところに保管してください。高温になる場所、例えば自動車の車内などに置くことは避けてください。非常持ち出し袋や冷蔵庫など分かりやすい場所に保管し、必要になった時にすぐに取り出せるようにしてください。安定ヨウ素剤の有効期限は、含剤は製造後5年、ゼリー剤は製造後3年です。有効期限が近くなったら、改めて新しい安定ヨウ素剤を配布します。安定ヨウ素剤は他の人には渡さないでください。小児用ゼリー剤の保管・服用方法についてはこちらのスライドをご確認ください。ご不明な点は薬剤師などにご相談ください。服用後の注意です。安定ヨウ素剤の服用後30分程度を目安に、ご家族などに様子を観察してもらうなど、体調の異変に注意してください。体調の異変があったときは、近くに医師や薬剤師などがいる場合は、その方に処置を相談してください。そうでない場合は119番通報による救急要請をしてください。安定ヨウ素剤に関するお問い合わせやご相談をご覧の電話番号で受け付けています。開帳時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで。相談は無料ですが、通話料金は必要です。以上で終了します。